こんばんは。前回の続きやっていきます。ここはメインですね。今4000万超えてますけど、移民って言って今いるサーバーから他のサーバーに移ることができるんですよね。その時にパスポートっていうアイテムがいるんですけど、今4000万超えてますけど、これが4000万未満になるとそのパスポートの枚数が少なく済むんで、移民するのがね、なんか2月とか3月頭だったかな。結構まだ時間があるんですよね。だから戦力は今扱ってないですけど、移民するときにはね、4000万未満にして移民しようと思ってます。これがね、全体のマップで、ここを押して、どこに行くか大体聞いてるんですけど、これが自分たちのサーバーね、16272っていうのはキャラが2つあるんですよね。例えばこれ、この中に、今こんだけサーバーがあるんですけど、どっかに移ろうと思うときにこう、選ぶじゃないですか。で、条件があるんですよ。これほら、満たしてない。何かやってるんかな？戦力ね。はい。了解です。自分4000万ぐらいあるから、条件が2500万までなんで、っていうことですね。王様がね、これね、変えたりできるんで、移民するときはね、多分これが変わるんだと思います、その時。もう前もって、なんか打ち合わせしてから行くんだと思いますね。サブの方の同盟は、もうかなりまた他のサーバーに移民しちゃったんで、どれぐらいいなくなった ?10 人以上いなくなったのかな、ちょっと、正確にはわかんないんですけど、自分が今いる同盟が移ろうとしてるところと、サブが移ったところはまた別のサーバーみたいですね。ちょっとね、迷ってます。サブどこに行かせようか、迷ってますね。これが新しく始まったイベントですね。セロニの危機。何回か動画アップしてますけど、これが15日までやってます。それと、今からね、撮っていくんですけど、その前にカードキング。これも何回か動画アップしてます。神経衰弱ですね。ちょっとね、リチャードまだ終わってないんで、リチャードでシャッフルして、無料で2枚もらえるんです。これ2枚ね。こう、めくることが。で、次からほら、300でしょ？ちょっと俺見てなかった、今ちゃんと。開けたらこれ300かかるんですよ。ここはね、300減っていってると思います。なんだったっけ？これ見てなかった。モアイと？ここが300減りますね。めくったら。ほら。これか。いいね。こうやって。あと、2個のやつがあるんで、それが出たらもうね、ある、出たね。どうしよう。こっち？違うか。どこだい？君は。それじゃないんだけど。これか。結構だから、この宝石もいるんですよね。そっち？どこ、出たっけ？おい、もうほとんどじゃないか。ここだったか。これなんだったっけ？モアイか。もらってもいいなぁ、モアイ。一緒ですね。書いてますけど、素材っていうか、このスキル、書いてますね。指揮官のスキル、彫像と一緒。同じ扱いですね。じゃあ、もらっとくか。開けて。で、あとリセットして、また2枚が無料なんですよね。っていうイベントですね。で、今から取っていくのはこのセロニの危機、やっていこうと思います。ここでまずスキル決めるんですよ。今これにセットされてるんで、あれ？ちょっと変わった？絵柄が。前からこれだったっけ？今セットしてるのはこれ火力だと思いますね。で、下が補助で、上が、盾、タンク。火力でいいかな？回復。これでいこう。で、強さは最初は簡単、ノーマル、ハード、ナイトメアってありますけど、地獄って、ノーマルからちょっとやってみますかね。4人でやるイベントですね。これはノーマルはいけると思うんですけどね、ちょっと重いかな。これこうやってそうね、アップデートでね、よく変わるんで、これでいいかな。バフ何もつけてないや。つけとけばよかった。火力アップとか防御力アップとかバフがあるんで、つけとけばよかったですね。これはね、今参加してる人だと思います。ケンさんとか。これハングだから韓国の方かな。
でいけると思うんだけどな。ノーマルはハードぐらいからね、ちょっと厳しいかな。もうちょっとしたらなんか輪っかの中に入れみたいな感じになるかな。あ、機械ね、移動してください。ほら、ちょうど近かった。これいいわ。衣が立ち上げし、今日は吉作らし。衣が立ち上げし、今日は吉作。これはいけそう。ハードはちょっとね、メンツが、メンツっていうか、まあメンバー割ると厳しいかな。まあ自分もそんなに強い方ではないんですけど。今出したのスキルですね。この3つスキルがあるんで出しました。あ、これは外そう。 OK。 これがもらったアイテムですね。じゃあバフつけていきますか。攻撃力アップでいいかな。 5% アップ。これつけてもう一回やりましょう。ショップでね、買うこともできます。カイラ終わってないからね。これ、ここで彫像を手に入れることができるんですけど、ポイントどこあったか。これか。2920使ってね。次、じゃあ、ハードでやってみようか。ここでマッチング。4人でやるやつです。マッチングして。で、招待っていうのは、例えば自分の同盟に出したら、同盟の方入ってもらったりとか、できるやつですね。まあ、自動でいいです。結構厳しいかも。今マッチングしたんですけど、メンバーの方は自分のサブより弱いかな。今入ってる方厳しいかもしれないですね。我が宿命である。ハードぐらいまではね、なんとか力押しでできたと思うんですけど、ちょっと火力がなかったらね、長引いて結局全滅しちゃうんですよね。あ、出てきたね。倒した方がいいのかね、こいつらとは。減らした方がいいような気が。あ、爆発するやつね。入れとか出るんじゃない。また爆発か。ついてないね、あれ。あの方、あ、はいはい、どうしましょう。どこ行った。あ、ちょうどいいとこ行った。ありがたい。これも今日、あれかなり減らされてると思うんでね、爆発。まあ、そうでもないかな。これが兵だと思うはず。いけそうな気がする。今ちょうど半分ぐらい減ってる。相手 59% ですね。回復しましょう。うい、俺か。やめて。回復するやつもいたんじゃなかった。どうした方がいいか。どうしよう。これクリアできないかも。この感じ。これ邪魔やん。あ。あと 30% ちょっと厳しいんじゃないかな。いける？
今回復のスキル使いました。これ俺一番やられてない？うわすごいな。フォロモンガーの立ち今日カロシやった方が良かったのかな。いやでもいけそう。力押しでこれハートぐらいまでだな。いけるの。いや、これいける。画面右ですね。あと20分あるんで、時間は。クリアできた。OK。OK。で、これが報酬。あ、そうか、俺もらったからね、ノーマルで。これは報酬ですね。これはね、毎日買ってる課金アイテムです。110円だったかな？前に120円だったと思うんだけど、値段が110円ですね。このカールマルテルっていう彫像が出るかもしれない宝箱です。で、3回回したら必ず出ます。それはね、1回目なのか2回目なのか3回目なのかはわかんないんですけど、まあ、3回回せばその中で出ますね。これが、そうですね。これがカール・マルテルの彫像が出るかもしれない宝箱。で、こっちが SL フレットですね。何回か前に970回ぐらい回して、モアイのね、さっき交換した1個しか出なかったですね。ついてなかった。これはイベントで手に入ったやつだったかな。とりあえずじゃあこれ回しますかね。3回以内で出て、例えば1回目とか2回目に出たらやめて明日に回した方がいいです。3回目に出るんだったらまた次も回した方が。1回目、2回目、あ、2回目に出たでしょ。だからここでやめてまた明日やった方がいいですね。ここはね、戦役の中のね、遠征ってとこですね。76番ぐらいでね、ハマってます。星3つ取れてないところちょっとやってみるかな。70番とかなんだったっけ。あー、1人か。あ、もうセットはされてるんだね。とりあえずやってみるか。無理かもしんないけど、釣った方がいいのかね。相手は何。Who calls the launch? さあ、リチャード盾の方がいいのかな。 He can't fulfill my fight. Who calls the lion? フォルモンガーの立ち。うわ、馬が縦になるな。相手70万もいるんだ。こっちはリチャードとかオツ君とか義経は20万かな。それ以外、これも20万だぞ。アルミのベリサリウスだけかな。あ、結構舞台がこっち一部隊でもやられたら星3つにはなんなかったと思います。結構いい感じに減らしてる。画面右上ですね。残り4分50秒ぐらい、51秒50秒、ゼロになるまでに倒したらいい。倒せるのは倒せるけど、こっちに被害が出るかどうか。でもいい感じでいきそう。ティアゴがないんで、ちょっとかなり厳しいですね。去年の12月の9日、日本が配信になったんですよ、このゲーム。そっからね、1年以上経ってるんですけど、未だに自分ティアゴ持ってないです。課金はどれぐらいしてるか、まあ、数万は使ってると思うんですけど、無理ですね。このね、設計が嫌なんですよね。長くやってても、無理だし、お金をある程度かけないとできないんだったらちょっと厳しいなって感じ。長く遊んでたらずっといつかティアゴになるんだったらまだいいんだけど、見えない先がとにかく時間がかかるんですよ、すべてに。1個のやつをあげるのに
百何十日かかるとか。おっ、オッケー、星3つじゃないこれ。違う。オッケー。やった。これちょっと無理じゃないかな。とりあえず見るか。あー、こちらが劣勢か。相手の城攻めるやつか。あー、多い。しかもティアゴか。ここに入れたのが兵が増えるんじゃなかったっけ。リチャードにしてみるか。これでじゃあやってみるかな。まあ劣勢だけど、リチャードは勝手に当たると思うんだよね。ほら兵いくつか。120万か。厳しくね。まあ、当てた。おいおい、まあ、当てた方がいい。ここにインペラトル、何とビタルネアだ。20万ね。相手200万以上いるからな。これちょっと無理かもね。止まってるよ舞台。あの指揮官が韓国のやつだと思うんで、なんか韓国語喋ってるんだと思う。日本の指揮官だったら日本語です。相手のこれですね。これをゼロにしたらいつもね、厳しいんじゃないかな。だいぶ減らしてはいますけど、それでティア4でやってるんで、やられてるし、なにこら、厳しいな。やられた。いやちょっと無理だね。リチャード、あーリチャード結構持ってる。これですね、リチャードね、回復するやつなんですよ。相手もこのリチャードが厄介ですけどね。だいぶ減らしたのは減らしたんですけどね。これは120万、210万ぐらいいたと思うんで。こっちはどれぐらい。ああ厳しいね。画面右上、あと1分52秒ぐらいですね、残り時間は。クリアできないかな。これはちょっと無理っぽいような気がする。これ動いてないしかも。自分だ。来た。これちょっと無理ですね。時間も無理だし、剣の数も違うの少ない。ちょっと残念ですけど、ちょっとここ一旦やめましょう。ちょっと無理みたいです。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。